YouTube。 どうも監督です。あれなのかな、トークよりライブの方が伸びるのはどういうことなんですかね。ライブの方が面白いですかね。トークも結構面白いんで、まあ、ぜひねみんなきちんと見てください。じゃあね、今回の動画も最後までご覧ください。 Check it out。 最近どう？読書してる？どうも監督です。今日の愛車紹介させてくださいは、これ見えなくね。お楽しみに。1回転半くらい
いとかはいける。あ、いけるっすね。あれ、これフロントのフェンダーは叩いてるんですか。叩いて出してますね。ちょっとだけですけど。どこから出てるんですか。よく見るとここからもうすでに膨らみ始めてるんですよね。あ、それでこう。そうですね、全体を。へぇ、ね、ー、あー、なるほどなるほど。しかもあなた最初生足車庫帳飛ばしたでしょ。え車庫帳聞いてる。そう、フェンダー気になっちゃう。フェンダー気になっちゃうね。車庫帳はね、どちらのメーカーさんの。ディリメント。ディリメントサイド流れていきますか、ね。はい、ミラーはこれやっぱりあれになってるんですか。なってます。もちろんもちろんなっております。あ、なるほど。あ、何。あ、この角度だったらいつも見えにくいんですよ。あ、そうね。しかも自分映るし、ね、なんか見えにくいんですよ。あの角度だとね、見えにくいんですよ。やっぱキラキラしてるからじゃない。リアもかなり攻めてますね。これリアは、9.5 です。あ、9.5 ね。結構だってここで見てると全然出幅が違う。そうですね、うん、リアもと書いてあります。めっちゃ綺麗なんだ。リアは結構綺麗に分からないですよね。分からないぐらいの。いいね、かっこいいな。じゃあ次はリアの方に行きますかね、はい、YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、ゆいです。 YouTube では愛車紹介に出たいという方を常に募集しております。我こそはという方はぜひね、概要欄から募集してきてください。お待ちしております。はい、続きましてリアの方にやってまいりましたが、リアね、もうね、一つ気になったこと聞いていい？はい。ナンバーどこ行ったのって思った。あ、そうですね。綺麗になんかすごい綺麗に、綺麗になくなってツルツルに。やばいね。もうこれは意図的に、意図的にツルツルに、エンブレムもいなくなり、そうですね、もうナンバーとかもいなくなり、何もないっす。すごいね。ねえ、すごいですね、これ。するだよ。めちゃくちゃ。こういうパターンはあんま、てか初めて見ましたね。ここまでなんかね、つるつるな人、あのほら、サイドレーサーのパネル入れてる人はさ、いるけど。ちょいちょいいるんですよ、こういうやり方。あ、でもいるんだ。へぇ。ちょっと斬新っていうか、初めて見たから、かっこいいですね。で、まあ、はい、リアなんですが、リアはまあまあ、テールはね、もともと、もちろん、そうですね。そのままなので、まあ、じゃあ、あれかな、いいようにするあれかな。そうですね、これマフラー、こちらはですけど、はい、同じ XB 乗りの人が、はいはい、言ってもらって、あ、そうなんだ。まだつけて1ヶ月経ってない。結構いい音しますよ。ね、そう、前走ってて、ボワボワボワって。あ、高速乗る前のちょうど、はいはい、まあ、トンネルではないんだけど、はいはい、高速したね。そうそうそう、高速した。ビン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 これね。はい、これですね。ここ。ここ元は、なんていうんですかね、プレスラインみたいなのがあったんですよ。うん、はいはい。で、それを切ったらどうかなと思って、で、切ってこれ、あ、そういうこと？そうっす。で、本当は、なんかこの、足回りのね、ゴールドのアルマイトを見せたいっていうんで、そこを切ったっていう、ですけど、ね。あ、なるほどね。すごくないですか？ここまで来ないと見れんやつ。そう。そうあとはやっぱヒッチ？ヒッチ？なんか引っ張るの？引っ張る予定は特にない。特にない。とりあえずなんか。とりあえず引っ張ってる風みたいな。おちゃんぴんいっちゃおうぜと。ここのさ、ここはもともとこのグレードである？いや、ないです。これも純正オプションの。はい。あのですね。こうアンテナがあったんですけど、アンテナは取っちゃって。アンテナも埋めちゃった。で、ここにウォッシャーのノズルが入ってたんですけど、それも。なるほど、じゃあもうリアはもう本当にあったものはなくしちゃってる感じなんだ。へぇ、リアはそんな感じですかね。じゃあ続きまして内装の方に行きましょうかね。これからジェットコースターやっていうぐらい今私ハマってます。
ぽりすっぽりしてます。めちゃくちゃおしゃれじゃね。なんか普通にもう単純にさ、こっちのルミオンのほぼほぼベースグレードぐらいのさ内装とかしかあんまこう見た記憶がなかったから、うん、何なんですかね。左ハンドだから、やっぱ左だからかな。こっち開けてハンドルあるってのがもうすでにかっこいい感じ。だって内装は特にこれ、うん、特にはレカロの、まあ、位置っていうか向きがあれば、ね、まあ、逆になってるっていうのとシートが違う、ね、やっぱ US ってだけでおしゃれになってしまうっていう。やっぱ左ハンドルって強えな。強えですよね、うん、左ハンドルしか勝たんってやつ、うん、なんか最近の子言ってるよね。でまあなんせね、マニュアルなんです。そう、これマニュアルなんですよね。お気に入りポイント、マニュアル5速です。あれ、なんでこの車を。あ、そうだね、うん、これは横、寝てる時にグーかなんか見てた時にたまたまあって、うん、じゃあ見に行くから、うん、で、近くにあったもんね、うん、もう見に行ったら終わりっすよね。あ、グダグダしながらこう車見てて、そう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 、なんか欲しいなと思って。緑ハンドルだ、近くにこう、あ、顔ってなった感じ。そうですね。すごいな。そんな感じで買っちゃう。まあ、やっぱり出会いなんだろうね。そうですね、うん、出会いと勢い。もともとは違う車買う予定だったんですけど。もともとは何買おうと思う。もともとはフォードの F350 とか400。全然違う。あれ、これコンセプトはどういう。そうね、コンセプトは一応車高ガンガン落としてちょっとスポーティーにしたかったんですけど、うん、まあ、一応スタンス系に、はい、うん、はなるっすかね。かな。なんか元々 US の車だからね。そうですね、うんうん。でもこういうのはやっぱアメリカの人とかがやりそうですもんね。うん、やりそうだね。日本車に日本のホイール入れてとかって、うんうん。確かに確かに。一つ気になったのは、そう、シートベルトかな。はいはい。ジャパネットって何？ジャパネット高田だよね。だよね。なんですかそれ。そう、じゃあシートベルトに高田って書いてあって。はいはい。本当だ。高田って書いてあって、ジャパネットって高田じゃなかったっけなってずーっと考えてた。ジャパネットじゃないんだけどね、シートベルトは。高田ってメーカーの、高田っていうメーカーのシートベルトってことだよね。いいね、でも中もスポーティーな感じでかっこいいっすね。楽しいっすね。そんな感じでじゃあお外に戻りましょうかね。はい、ということで一通り紹介が終わりました。ありがとうございます。紹介し忘れてるところは大丈夫。大丈夫ですね。はい、だからドラレコにも映ってるかもしれないので、まあまあ真っ正面に監督が映ってる。あ、これ何ですか、ジョージ・ロックガンですか。ジョージ・ロックガンです。なるほど。あ、映っちゃってるわ。バッチリ映ってますね。映っちゃってるわ。盗撮してる人みたいな。これね、盗撮してるんですよ。おファントム氏にはあれ楽しんでいただこう。そうですね。じゃあということで紹介はこれぐらいです。ございます。ありがとうございました。皆さんもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。ベースファイリーはちょっと待って、ダサいな。固定しないと伸びちゃう。じゃあせー